確かに運はしすぎてる女子は結婚したらきついかもしれない。振られたのにさ、ミネタレタレとかさ、そんな人多いよね。タリタレって何？ミネタリタレって。ミネタレタレとタラタラシスコンデクサ。ハッピーバースデーとユー、おめでとう。第二波の集合体だ。ここ先にいてみて、怖くない？行くわ。ああ、ビラビラが待って、バスケ。ごめん、ごめんね。なんか取った。福永英明さん。出たよ。マジで羨ましい。わあ、いいなお前。はい、買ってください。ルナが今のところ一番近いんだ。始まった。お、唇が。おじさんこれ。おじさんって言っていいから。アメちゃんみたいね。ベタベタしてる、めっちゃ怖い。大将、はい、3問3冠で。大将、イカが3冠で。大将、甘エビ3冠で。計6冠でお願いします。では続いてですね、はい、次のカタカナを漢字に直しなさいという問題です、はい、そして二熟、これも書けると思う、はい、で正解がこちらです。ルナの回答がこちら、音楽ということで、まあ、大好きだな本当に。本当に100点だよ君は。なんて言うの、二熟やのにミュージックって呼んでたからミュージックはこれは音楽やと思って、音楽はこんなん簡単やんと思って、うん、こんなん簡単やんと思って、あなたの心にズッキュンパンキュン同級高校チュン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 カスコンで歌ってエストブリッシュ。わあ、いいよ、やっぱ違うわ。いけるいける、よくいけんな。逆にお願いします。はい、あなたの心にズッキュンパンキュン同級高校高校高校目の前にお品書きがあると思うんですよ、はい、今回この中から、まあ、好きなだけ注文ができます。お、今回の上限なんですけども、1人3万円、3万円ぴったりにすればいいの。ぴったり、まあ、ニアピンだとまあね、100円誤差とかだと嬉しいけどね。こうやって今話し合ってるけど、今回個人戦だから、いい、これいくらじゃねとかマジでダメ。相談やめよ。今回はダメ。え、これはさ、あの一番さ、3万円からの先の当時のそうだよ。わからん人もおるから言ってあげたの。ありがとう。優しいからルナは。僕わかんなかったよ。